そうですね、息子といつも一緒に絵本だったりアニメだったり、見させてもらってたんですけど、やっぱりこう息子がきっかけだったんですよね。で、やっぱりこの息子の考える力だったり、なんかコミュニケーションの一部になるので、おしりたんていって、こう、どうなると思う？とか、どう、なんかその考える力が本当に、つく、なんか番組っていうか、そういうふうに私は思ってて、だけど、すごくこう、ストーリー性も面白くて、で、やっぱこう、登場人物もお茶目で可愛いっていうのが、すごく本当に魅力的だなと思って、家族で見てました。そうですね。結構その、失礼こかせていただきます。定番なんですけど、それが逆に、なんだろうな、水戸黄門みたいな感じで、なんか見てると、なんかこう、来るよねっていう、その決め台詞が、こう、見てる側だと気持ちいいっていう、あ、やっぱり来たなっていう、最後のこのかっこいい決め台詞が、なんかこう、ストーリーの締めで、なんかこう、メリハリがあって、とてもなんか楽しい時間を過ごせるなーって印象ですね。おしりたんていってもう本当にめちゃめちゃ有名で、もうパワーワードすごいじゃないですか。おしりたんていっていう英語になるとどうなるんだろうみたいな。なんかそれ、なんかもうだからもうそのパワーワード、おしりたんていって絶対一回聞いたら忘れないんですよ。だからみんな知ってるし、うちの家族も主人も知ってるから、スケジュール帳に「おしりたんていアフレコ」って書くじゃないですか、この今日。したら「おしりたんてい」みたいな、食いついてきましたね、すぐ。そりゃそうだよねと思って。で、うちの妹もみんな家族が「おしりたんていやるの？」っていう、みんな知ってるので、おしりってやっぱいつまで経ってもみんな大好きなワードなんだなって思いました。お子さんもね、きっと喜ばれたんじゃないかなそう、と。だって台本見てましたもん、こっそり。昨日私が置いてたら、こうやって何役とかやって 最近見るんですよね、こそこそ台本を。相棒とは互いの息をぴったりと合わせられる心の通じ合った存在。10年ぶりに私を呼び出して解かせたい謎とは一体。かつての相棒との再会、それは世界を揺るがす大事件の始まりだった。今の相棒は君だ、おしりくんを頼む。まだ動かないでください。引き受けた依頼は最後までやり遂げるのが探偵なのですから。おしり探偵さん、おしりくん、あなたの考えは分かっていました。映画おしり探偵、さらば愛しきおしりよ。ごめん、おしりくん。